い、お疲れ様です。今日はですね、マザー牧場に来ています。で、まあ、ここはよくある観光牧場です。で、まあ、牛とか羊とか豚とかを見つつ、同じ場所でその牛とか豚とかを食べるというですね、まあ地球史上最強最悪の害獣と言われる、あるいは哺乳類のクズと言われる人類の本領発揮的な、場所です。まあ、ちなみに哺乳類のクズっていうのは私が考えたわけではなくてですね、すれ違いざまに中学生が言ってた言葉でもういい面白い言葉使うなみたいな感じだったんですけど、まあ、それはともかく、ね、こんな感じで牛たちがいます。ちょっと雨降ってきちゃったんですけど、ですね、また後ほど共有しますけれども、まあ、時期的にですね、なんだっけ、差し映えがすごい出てるシーズンです。で、ここも出てですね、で、ここの牛たちが、除角されたばっかりみたいな、その子によって、多分除角の時期って違くてですね、多分切られたばっかりの子たちもいました。で、血が出ててですね、で、その角のところにもう差し映えがぐちゃぐちゃ止まっててですね、で、まあ、耳もパタパタやっても届きませんし、まあ、かなり辛そうでした。で、それも、ビデオ撮ったのでまた後ほど共有します。で、あとはですね、この後、子豚のレースというですね、まあ、多分いい予感がまるでしないようなイベントがあるので、それだけ見て、次の調査に行こうと思います。今日は2連続で、動物を見ながらその動物を食うというですね、場所に、行ってきます。はい、ということで、あ、田村さんどうもどうも、はい、ってことで、まあひどい映像になりました。まあ、本当かわいそうですね。それもこれもみんな牛乳飲むし、牛の遺体を食べるしみたいなところで、まあ、こういう目に遭ってる子たちがいます。はい、ということでまた以上です。お疲れ様です。